危ねえこれ、マジ無理だぞこんなの運転。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、このポルシェ919のハイブリッドですね、この間ニュルの最速タイムを塗り替えたマシン、これで首都高外回り今日は走っていきたいと思います。まあ、F1 でね3分24秒っていうね、18年モデルの F1 でその記録出てますけど、それとね比べてどうなのかっていうね、まあ同じ俺が運転してどうなのかっていうねところをやっていきたいと思います。さあ早速乗り込んでいく。この車初めてやるんじゃないこのアセットコルサで、知らんけど。いやーすごいね、あのとこに無線が入ってんね。いやーこれはこれでまたすごいマシンだなおいバックミラーこれしかないの、これしかないの。あ、芝料金所ね、うん、芝のパーキングね。さあ行くぞ。これでクラッチありなんだな、クラッチスタートだけクラッチだ。 F1 と同じだね。これで、いや不思議、おお不思議な感じだよな、この千葉のパーキングからこの感じの車が出てくるってさ、やばくないこれびっくりするぜ跳ねる跳ねる、はいえ、何これ電気もあんのかな、電気のボタン押すよ。ああ電気あるね、お、電気すげえ加速する、やべやべタイヤが冷えてる、おーめっちゃ跳ねるめっちゃ跳ねる、ハンズ外出てっちゃう。あ、これ F1 より速いかも、ほら電気が、電気すげえもん、おーすごい、何キロ出るのここで、330キロ出る、 F1 より加速速いかも。ちょっと一瞬ねタイヤ温めて いくからちょっとゆっくり走りますね。いや違和感あるねこれ本当に、このなんか、いや、いつも走ってる道路だからここね、本当にそこをなんかこう、こういうなんか守られてるマシンっていうかこれすごいだろう。うわこういうの欲しいわ、これこれ欲しいわ、これ通勤したいわ、マジで夢じゃない、ロマンだな、ロマン、本当男のロマンでしょこれ。ちょっと待って、7速で行くよ、押すと、うわー3307キロまで目視したな。いやいい勝負だな F1 とな、これな、いやパッと乗った感じはもうこっちも速いような気がする。うわここ何280キロ、冗談だろ。あー結構ねスピード出た時のダウンフォースはこっちも結構効いてるね。 F1 より曲がんないなこの車ストレート速いけど F1 より曲がんねっていうのがまあ第一印象だな。わかんない、ちょっとタイヤが温まってないからだなこれ、もうちょっと温めなきゃいけないんだけど、温める場所がないっていうね。ちょっとスラローム気味にこう走って温めると、うん、だいぶ温まる。あ、もうちょっとブレーキで温めるしかないかな。ウェービングちょっと危険だよなウェービング危険だよな。 F1 よりちょっと重いような気がするな、なんかねアペックス速度が低いね F1 より多分、素人でも分かる。はい、じゃあね、タイヤが温まったんで一周行ってみたいと思います。いや電気使いたいな一瞬だけでも。いやー難しいこれ、いやー難しいねこれ、これはめっちゃ曲がんないんだよね、うん、だからそれをなんとかしないと。F1 と同じようなスピード出るんだけど曲がんないのと、あとレギュレーション的に、レギュレーションっていうか電気がね、この黄色いこのこれしか使えないのね、このね、この棒グラフメーターね、棒グラフじゃねえか、やべえなこれ、ここやべえな、電気使っちゃう、ほら電気使うと340キロ出るんだよ。
340キロは出る。使いどころだな、あとな。うん、まだあとセッティングしてないから。うわ、うん、あとドアンダーだ。車がね、アンダーで、だからハンドル切り出してっちゃうと、フロントのスリッパングだけ増えちゃって、全然なんかこう曲がっとかないんだよね。だからもうアクセル戻すしかなくて、そこがちょっと難しいっていうか、こういうコーナーが、うわ難しい。いやー難しいね。ここで電気使ったらいけるか。この速度で抜けられるか。うわいいね。よっ、もう電気使った方がいいか。あぶねえ。おお使って、ここが曲がんないな。でも F1 と同じ迅速だな。電気が切れちゃう。もういい、最後まで使っちゃえ。ここで338キロ。怖え。うわ危ねえ。ぼーっとしてた。いやーこういうとこがちょっとな、 F1 の方がここは速えな。このセクションが電池切れた。電池がないよ。さあここもな、このコーナーも曲がんないな。この車はここでもうちょっと電気欲しい。うん、F1 がやっぱちょっと無尽蔵に電気が使えたからね。それちょっと違反だよね。いいで。3分39秒でしたね。ちょっとね、セッティング変えてやってみたいと思います。セッティングね。エアロをもうレスダウンホースにしますね。完全になくす。それでちょっとやっていきたいと思います。いいんじゃね。いやーかっこいいこの車。こんな感じ。うわ跳ねる跳ねる跳ねる。あー跳ねる跳ねる跳ねる。いやこれは暴れすぎだろお前。あーでも全然出るね。あーめっちゃアンダーになっちゃった。よりアンダーが強くなったね。加速はどうだろうな。電気使うと、うん、 F1 より速いかな。うわ難しい。まあちょっとタイヤ温めてね、ちょっと一周アタックいきたいと思います。はい、じゃあねレスダウンホース仕様で一周行ってみたいと思います。さあどんくらい出んのかな。速くなったけど跳ねるな。うわ難しい。ここきつい。早いわこれ。まあ難しいなこれ。スリッパン、フロントのスリッパンが難しい。やーべー難しい。なんだこれ難しいわ。290、300キロ出た。曲がれる、曲がれるかも。300、340キロ、340キロ。
アクセルオフだけでここ曲がる300キロオーバー ありえないだろそれはさすがにないわあそこ300キロで下ってくるさあここから全開電気使って300キロにして曲がれるか曲がる。もうここはギリなんだ。300キロ FL ちょっと遅いなやっぱな。電気がフルで使えたら。フルで使えたら早いかもなこっちの方がな。やっぱちょっとなんだもうちょっとセッティング考えてるべきだったかな。はい、でも電気買って多少当たってんのかんないですけどギリギリだからもう。このラインだよな。ここは1個目がきついんだよね。ここから全開電気使ってどうだ。3分40秒3分40秒か。はい、いかがだったでしょうかね。ポルシェ919ですね。かっこいいね、ほんと。なんなんこれ、めちゃくちゃかっこいいんだけど。うん、乗ってきました。いやー、速えわこれな。やっぱトヨタの TS050 とかこの辺でね、首都高で走るっていうのはいいかもしれないね。動画がついてる。はい、いかがだったでしょうかね。またねこういうのやってきますんで、よかったらチャンネル登録お願いします。あと高評価もねぜひよろしくお願いします。